ワールド大スター浅草女子会第3弾。今回は浅草グルメ編。始まり始まり。いちご。いや、雨ですよ。雨ですね。雨ですね。まさかの雨ですけれども、今回の浅草女子会、せっかく浅草に来たということで、和服に着替えて、テンションを上げちゃおうかなと、いいんですか？思っております。いやちょっと来たかったもんね、やっぱ浅草。私やっぱ和服の方も見たから、ね、来たかったから。素敵なお着物、はい。ということでですね。はい。やった。こちら、今回和服を着させていただくバサラさんでございます。やった、嬉しい。嬉しい、楽しみだね。楽しみです。でももう雨も降ってるから、早速行きたいと思います。行ってきます。今回ご協力いただいたのは着物レンタルバサラ。浅草をとことん楽しみたいインスタグラマーやモデルさんのリピートが多い人気着物レンタル店です。今回は3人が演じるキャラクターのイメージカラーで着物をチョイス。カレー見てください、3人の色入ってる。本当だ、天才。3人の色入ってます。被る分には、いやそうだよね、いいかもしれない。いいと思う。同じ可愛い人だし。同じ人だし。確かにね、確かに一心同体だし。一心同体だから。そして3人が選んだ着物が、私は、まず一番大事、静香の青、イメージカラーの青を基調に選んで、ちょっとなんか大人っぽくしたいなと思って、このちょっとシックな、ね、黒を入れたりして、すごい可愛いです。めちゃめちゃ可愛い。めちゃくちゃ似合ってます。髪めちゃくちゃ可愛い。めっちゃ可愛いです。めっちゃテンション上がる。乗ってそして、はい、私はココナちゃんなので、対照的なピンク、赤系のカラーを選びまして、でもなんか揃ってても、レースで揃ってても可愛いかなということで、ここもね、お揃いだったりして。そうなんです、一心同体感がね、出たらと思い選びました。続いて、カトリナちゃん。めっちゃ可愛いし、カトリナちゃんの黄色をまず選び、でよく見るとこのお花、ブルーと赤ピンク、そして黄色で、3人の色が入ってるんです。素敵です。じゃあ、どうしよう。私もちょっと一緒にしたくてレースにしました。いや、みんなじゃん、可愛いね、髪の毛もありがとうございます。そうなんです、すごい、みんなやっぱりいいですね。一気に背筋伸びますね、本当に。でもなんか着物って今こんな感じになってるんだなっていうのが、本当におしゃれ。なんかこれキュッとしたらなんかお腹空いちゃいました。キュッとしたのに逆にお腹を意識したら。本当に。ということで、グルメツアーと行きたいところですが、土曜日のにぎわいでどこも撮影 NG。 そこで今回はテイクアウト作戦で浅草グルメを堪能。ジャンプするんだって。いけるかな。ちょっと食べ物へジャンプしましょう。明日かな。ジャンプで、じゃあ早速いきますよ。せーの。あれですか。なんだここは。なんですか、ここはなんだ。我らがバンダイ本社でございます。おー、なんだって。聖地です。ここも、ここも聖地でございます。ジャンプしたら急に来れるところなんですね。こちらのバンダイ本社ビルの1階2階には一般の方も見学可能な展示エリアがあります。バンダイの歴史や様々な作品に触れることができる貴重な場所です。浅草を訪れた際はぜひこちらにも足を運んでみてくださいね。浅草グルメ約束したのどこですか。急にただこれ始めちゃって。だって食べれるって言うからついてきたのに。そ
が飛んできたしね。はい、飛んできて、もう安心してください。はい、もちろんご用意してあります。あの、右をご覧ください。あ、なんだ？はい、こちらにご用意しております。ということで、今から3人で食レポのセンスを競い合っていただきます。そう、岩見さん、長谷川さん、天木さんの3人のうち誰が一番食レポセンスがあるのか、超食レポ時代を生き抜く真の食レポ大スターの称号は誰の手に？題して食レポセンスナンバーワン決定戦。そのジャッジをするのはですね、まあ、3人挑戦するんで、はい、ジャッジマンがいないと。確かにそうですね。ジャッジしていただくのはスタッフの A さんです。 A さん大好き。 A さん急に嫌ですよね。こうやってなんか急に表現するのとかね、本当にいつもありがとうございます。今日も一日中はい、ごめん吸って吸って吸りまくってねはい、ということで どう得意え、食レポなんてしたことない。したことない。もうそうですね、したことない。でもさ、朝ハンデありますよね。朝できないの発揮しちゃったのに確かに変なこと言ってた。中見せ通りで腰です腰です。でも挽回のチャンスも含めて。そうだね、はい、トップバッターは誰がいきますか。でもそれはもうはせみさん、なんで言ってください。もうこの流れでこの流れで奥から行きましょう。あ、もうこうやって、はい、あ、じゃあもう奥から大丈夫。はい、最後、あの最後だけどハードル下げてくださいね逆にね、下げてくださいね。大鳥だからね。はい、わかりました。大鳥だ。じゃあ、え、じゃあここで。いやいや、大鳥が大鳥がダジャレはいいから、ダジャレはいいから。トップバッターは静香役、長谷川郁美。静香の青と見せかけて、おい、本日誰もいない。あら、本当だ。緑。あら。行こうかなと。あらららら。ら巣にします。巣。はい。はい。では、開けます。なんだろう。巣。ああ、おお、これはこれは。難しそう。確かに。最初のグルメは、1日3000個も販売される、浅草花月堂のジャンボメロンパン。独自の発酵方法で作られた、ふわふわサクサクの食感が魅力の一品です。それではいただきたいと思います。甘い香りが、いいですね。ね、いい香りが、いい香り。これ今スタッフさんが温め直してくれたので、うんうんうん、すごくいい香りが漂ってます。おっ、うん、きいね、うん、実食。じゃあいただきます。ライブ会場みたいなことしちゃった水おいしいね。なんか表面がちょカリッとしてて、うんうん、中がふわっとしてます。めちゃめちゃおいしい。でも、うん、めちゃくちゃ甘いわけでもないっていうか、うん、ほんのり甘い、ほら結構甘いの苦手な人でも全然、女性も男性も食べていただける味かなと思います。なんか、うんうん、やっぱこう温め直していただいたから、うんうん、そう、これお店でまあ今すぐは食べれないけど、うん、ちょっと多めに買っていただいて、うんうん、お家に持ち帰って温めてまたお家でこの浅草のグルメを楽しんでいただくのもいいんじゃないかなと思います。とっても美味しかったです。あ、素晴らしい、ね、いいですね。なんか、うん、女性でも男性でもみんな食べれますっていうのいいですね、うん、ちょっと使ってきます。あら使ってきます。使ってきます。この後出てくるかもしれない。インプットしました、その言葉がどんどん吸収してってちょっとでも難しいな、やっぱり、うん、食レポって。でもちゃんと甘さについての説明があって、うん、すごい甘い香りがずっとしてたからね、ほんと、うん、あのやっぱ表情が一番物語ってました、うん、美味しいんだろうなっていうのが、やっぱ美味しいの何を言うよりも顔が大事だよね、うん、そうですね、ね、それが正直な、うんうん、そうね、レポですよね。レポだよね。思います。続いては大鳥ココナ役、岩見真奈香。じゃあ、うん、はい、あ、声があったあのサリーちゃんが私的にとってもツボだったので
カトリナちゃんボックスを開けたいと思います。シリウスのう開けます。お願いします。お、うわちょっと重たい。なんだ、なんだ、なにこれ、恋みくじがついてる。いいな、いいな、恋みくじ、恋みくじがいいな、なのそうなの。仲見世通りにある菊水堂のいちごカステラ串恋みくじ付き。旬のいちごとハート型のカステラが刺さった映え間違いなしのこちらは SNS でも大人気。こちらいただく前に、うん、どうしよう、どっちが先がいいかな、見ちゃおうかな。あーそうだね、見ちゃおうかな、気になる、気になるもんね。恋みくじ、今年初めての恋みくじ初引いてみようと思います、うん、ドキドキ、どうだろう。てて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 我々長続きします。ちなみにあの別にサリちゃんがおうし座だっとってこれサリちゃんに当ててないからねいいなんかイベント性がなんかあるっていうのがすごい素敵、ね、ありがとうございます。すいません、私が本当うるさいそれが言いたかった実食じゃあいただきます、うん、いちご、わー、おいしそう。いちご、いちご、大丈夫、何か分からない人もいるかもしれないのでね。割と甘い、割と甘いいちご、おいしい。でハートですよ、皆さん見てください。テンション上がる。あ、真っ二つに。真っ二つだ、そんなことない。バリンだカチェルナ、うん、だろうね、いいね。やっぱりあれですかね、あの、うん、いちごの酸っぱさとカステラの甘さで恋の甘酸っぱさを表現してましたそれが言いたかった。ありがとうサニーちゃん、両脇が咲いてる、すごいさっきから本当にそうだよ、ふわふわです、うんうん、きっとこれを食べたら、うん、ふわふわで甘酸っぱい、うん、素敵な恋愛ができると思います皆さんぜひ以上ではい、ありがとうございます。ありがとうございます。盛大にハードルを下げていただきました。いや、あのね、もう気が明るくなった。はい、すっごい、やばい、やばい、優しさがなんか人の時の方が気が楽だからかすごい出てくる自分の時出てこない。続いてはカトリナ・グリーベル役、天木サリー。でやっぱりカトリナちゃんは常になんか、うん、絶対主役を食ってやるって言ってるので、うんうん、食われる主役を食いたいと思います。素晴らしい。今日の献立じゃない、今日の献立だった。はい、この詩はこちらでございます。じゃじゃじゃん。お、何、ちょっと待って、えこれはさすが引きが強いですね。はい、もう一回ちゃんと紹介してください。じゃあ何だったの、ちょっと夢かな、夢かな。早さ、朝の見間違いだったかも。もう一回開けてみ、えこれは、見覚えがあるぞはい、サニーちゃん、それは多分ベビーカステラです。あ、人形焼き、人形焼き全部違うサニーちゃん大暴れ、亀屋の人形焼き。昭和29年から続く老舗。思わず見入っちゃう職人さんの熟練の技を目の前でぜひご覧ください。はい、それではこちら亀屋さんの人形焼き、人形焼き同様だ。はい、亀屋さんの人形焼きですね、うん、アニメにも登場しているみたいで、うんうん、何でしょう、実際にいただきましょうかね大丈夫です、はい、気まずそう。え、もうでも香りは粒子って言うじゃないですか。粒子、粒子って言うんですよ、香りは粒子で、もう美味しいです。なので食べる前から鼻から来て美味しくて、どこか懐かしみを感じますね。
なんか今朝見たかのような懐かしさを感じますね。本当に天才だ。これは、うん、おクリスマスツリー。違います。全然違うでしょ。違いますか。それはボケなの、天然なの。なんでしょう。メリークリスマス、ね、メリークリスマス、ね、でこれはカメですね。これはカメ屋のカメです、うんうん。いいですね。老若男女、うん、老若男女、赤ちゃんも嬉しい。でやっぱあんこなのでおばあちゃんも嬉しい。赤ちゃんまだ食べれるかわかんないけどね。実食いただきます。うん、おいしい。おいしいだし、いただきました。うん、でも、うん、こんなにぎっしりあんこが詰まってることってありますか。あ、確かに。そう言われてみると初めて。なかなかないかもしれない。初めてです。なんかあるじゃないですか、よく天ぷらでこんなに大きいのにここ衣みたいな。おっとし顔が真っ赤で。でも衣も美味しいんですよ、うん、衣今天ぷらの話してますか。天ぷらのフォローに入りました。人形焼きの話してますか。そうなんです。衣も美味しいからこそ、うんうん、もうあんこが入ってないバージョンもあるんですよ。なんか入ってないバージョン。はい、なん天ぷらで言う衣。天ぷらで言わないで。天ぷらで言わないで。あの食べ物を食べ物で例えるのが良くないのよ。カステラの部分ってことだよね。うん、甘さもちょうどいいです。ちょうどいい。そうかそうか、はい、でもちょうどいいっていうのはそうですね、人によって違うとは思うんですけど。間違いないな。 そうですね、それはそう、間違いない。生まれも育ちもアメリカロサンゼルスの私の下にはちょうどいいくらい。あんまり適用されないかもしれないね、今見てる人。難しいけど、はい、皆さんぜひ、うん、でもこれだけわけわからないこと言ってたら、うん、なんか逆に食べてみたくなりますよ。確かに気になるかも、うん、でしょ、うん、それ狙いです、うん、皆さんぜひ亀屋さんのカステラ食べてください。人形焼き。人形焼きだ。もう終わりだ、これ終わりだよ。終わりだよ、もう。お疲れ様。お疲れ様。結果発表。皆さん素敵な食レポありがとうございました、はい、ちょっと今回は厳正なる選考の結果。ちょっと正統派に長谷川さん。やった、はい、見事優勝したのは長谷川郁美。もう私の記憶なんてなくなってるものだと思っていました。いやでも素晴らしい食レポで、ちゃんとした食レポでしたね、うん、全てが分かりましたもん、うん、食感も味も、うん、気持ちも全部伝わりました。何も伝わらない本当に。私はもう食レポしていただいたから、ね、脇から両脇からね。はい、じゃあそんな長谷美さんにはですね、うん、残り一つの浅草グルメをご褒美グルメとして味わっていただきます。なるほど。ということで最後の一品です。じゃあ最後の箱開けたいと思います、うん、オープン。あ、おっと、何それ。何ですか。お、コロッケ。コロッケ。コロッケだ。美味しそう。大好きコロッケ、浅草もんじゃコロッケ。こだわりの中身はもんじゃ風ではなく本物のもんじゃ。他では真似できないもんじゃコロッケはここでしか食べられません。それではセンスを存分に発揮して食べていただきましょう。どうぞ。食べづらいです。そんなこと言われたら食べづらい。もう頂点ですから。そう、ただ食べておいし、食べ、ただ食べていいっていうご褒美じゃない、うん、そんなことないです。そんなことないんですか。そんなのないです。取ってもらえないです。そういうことなんだ。実食いただきます。おいしそうだ。おいしそうだ。うん、なんか不思議。なんだろう。もんじゃです。なんだろう。うん。もんじゃですか。もんじゃ。ええー。ちゃんとあのよく皆さん想像されるあのままのもんじゃがあと中に入ってるんですけど。うん、なんか不思議だな。ちょっともう一。いいの。何が不思議。食べたことないので分からないですね。気になる。なんか、うん、もんじゃと、うん、なんかちょっと工程が作る工程がちょっと。うんうんうん、私には想像ができないんだけど、うん、ちょうどそのもんじゃの部分とこう衣に行くまでのところがすごいなんかもちってへでね、そうですね、
そうそう、なんかすごい層がある感じがする。確かにもんじゃ液状ですもんね、ちょっとゾロッとしてるからちょっとしてる感じだけど、うんうんうん、すごい面白い、なんか食感も面白い、おいしい、なんかちょっとたこ焼きとかに近いような味がするかも。なるほど、うんうん、へすごい新感覚コロッケ、わかりやすいです。さすが、食べたくなっちゃいます。これはもうぜひ、ね、ワールド大スターです。ワールド大スター。食レポの、いやちょっと私も今ねワールド大スターいただきましたけど、うん、食レポのでもちょっとこれはうまく伝えきれてない気がするので、ぜひともあの皆さん浅草を訪れた際は、このもんじゃコロッケ食べてみてください。おいしい。はい、はい、ありがとうございます。長谷川さんの新感覚コロッケでした。それで終わりたいんで。どういうこと？決めで言っちゃって、言ってください。決めで新感覚コロッケって。決めで新感覚。はい、はい、行きます。 3, 2, 1新感覚コロッケ。